ガンダムってニュータイプ要素いる？に対する反応集をお送りします。ガンダムが高性能だから面白いんだろ？ニュータイプ論が富野監督の中でも変わっているので一概には言えない。不要でも成り立ってはいたと思う。ありがちな意見だけど物語のフックとしてはあり。主人公は特別であってほしいやん。大体ニュータイプって初代とそれ以降でなんか違うやろ。ニュータイプ論は宇宙世紀を語るのに一番重要かもしれんわ。シャアとかミーユとかの関係なんかまさにそれや。ニュータイプっていうオカルトなくても08とかポケセンは世界観がリアル思考で面白いんだよな。ファーストでは物語の根幹に関わってるし必要だったと思うけどゼータでオカルト度が増して変な方向に行ってしまった。ニュータイプなかったら機動戦士ガンダムなんて半分ぐらいでガンダム撃破で終わってた。富のニュータイプとは会話が必要なく、心のみで、お互いを理解できる人種であるこんな奴らが蔓延したら、戦争がなくなり、新作ガンダムが作れなくなる。福井晴利はガンダムはニュータイプがあったから架空戦記で終わらずに大河として成立したとか言ってたな。確かにそうかもな。ニュータイプが何なのか、人類の真の革新とは何なのかという答えのない試作こそガンダムが長く続いた秘訣かも。ぶっちゃけ宇宙で光学兵器でロックオンされた時点でアウトなのでニュータイプ能力があった方が回避能力としての説得力は増す。宇宙世紀というかジオンの根本思想がニュータイプやからな。しゃあない。素人の子供が無双するためには超能力があった方が良いのではないかと。特殊能力っていうエッセンスとしては嫌いじゃないけど意味不明なビジュアルを差し込むのはやめてほしい。ララーが出てくるあたりとか顕著だけど服が膨張したりいきなり海になったり正直意味がわからない。病気で寝込んでいるリーナ、お兄ちゃん、後ろ、宇宙で戦っている受動、ピキーン、後ろカットキューン、面白くなくなる要素なのは間違いない。リアリティのための設定をほとんど技術やらの制限のための設定にしちゃってるからその中で何か突飛なことするにはオカルトに頼るしかないんだよ。オカルトは賛否あるかもだけど、ニュータイプ論は宇宙世紀を語るには必要だよね。あと、ただ高性能の機体が無双してるだけって面白いのかそれ？ニュータイプの存在を匂わせておいて、それを明確な描写で出さないのが一番いいかと。MSV に出てくるジオンのエースの一人が命中率が異常でニュータイプなのかもしれない、という設定になってるのがすごく良かったんだけどな。これはファーストの時点でニュータイプの設定が定まっていなかったから曖昧な表現にされていたんだけど、それが逆に良かった。ゼータ以降はあかん。人並み外れた反射神経による回避や、一般パイロットの常識から外れた射撃力を持ったキャラをニュータイプとして登場させる分には面白い。が、いかにもガキに多い少年漫画の主人公補正のような意味不明なバリアー効果の発動や、相手の精神を狂わせるといった能力はマジでいらない。意志の力だか精神の力だか知らないが、バリア発動で弾防ぐだのガキ臭すぎて泣けるレベル、もっと硬派なガンダム作ってくれよほんと。超人的な強さの裏付け設定としてはよくできてるし分かり合える可能性ってのは作品の大きなテーマの一つだからね。むしろ SF 感排除したリアルロボット対戦こそガンダム以外でやればいいんじゃないかね。まあ途中から脚本が明らかに狂ってる08や星屑を評価してる層は人間ドラマなんて指して興味ないんだろうね。ミノフスキー粒子などにも言えるが乱用禁止なお薬。劇薬指定と言ってもいい？使用量や使用箇所を間違えると大惨事。しかも中毒性まであるから性質が悪い。アムロのとんでもない戦火には必要。個人の活躍が戦争を変えるなんてありえないことを偶然が重なったとはいえやっちゃったから。戦争の結末が変わったかはともかく途中経過や終戦時期は大きく変わったはず。ゼータ、ダブルゼータみたいに謎の力場でビーム向こうとか、武装の出力が強化されたりとか技術的な裏付け設定ゼロのオカルト要素がもろに戦闘に絡んでくるのはいまいちだな。主人公の人としての成長とニュータイプとしての成長の二面が描けるってのがお話としてすごく便利だし見てて楽しいところでもある。それが操縦技術だと他のロボットアニメと何も変わらないものになる。ニュータイプの設定はすごいもの考えついたと思うよ。そしてニュータイプがあるからこそノーマルタイプを書くときにも生きる。ファーストがニュータイプを中心とした話になっていったのはせいぜいソロモン前後あたりで、話数で言うと1クールにも満たないんだよな。それぽっちなのにあんまり評判がよろしくないという。ゼータ以降のオカルトパワーとかそういうのは所詮上っ面のこと、ゼータで見るべきは富野の宗教的価値観と、そこから伝えようとしたテーマ。
ゼータではファーストでアムロ、ララーの開口した精神世界のような上の次元でこそ人は分かり合える。肉体という重しは捨てろと言っている神井湯や勝の発言から。CCA でもアクシズ落としを防ぐとき、根本的に人は思いを共有できてる。でもシャアとアムロは俗な感情で分かり合いを拒んでいることこそ今という時間に縛られる肉体の行。新薬だとこれがファを抱きしめるラストシーン他からもわかるように、肉体を持つ者の目の前の喜びの大切さを描いてる。ユニコーンのラストも似てるな。ここで書いたことは作中の描写や発言から読み取れる個人の見解だけど、結局ニュータイプという存在から何を伝えたいのかを考えないと意味ないよ。同意見です。イデオンのラストで、肉体がなくなり魂の存在だけになったキャラクターたちが、主人公ユウキコスモが目を覚ましたら、敵味方関係なく全員で祝福していましたね。あれこそが富野の理想なのでしょう。ニュータイプとは戦争なんぞ戦で済む人類のことだ、超能力者のことではないって、レビスさんが。レビルの言葉をそのまま受け取るのは愚行。あの頃あの世界でこそニュータイプの概念が完成していないのだからあれはレビルが勝手に思っていることでしかない。別に初代くらいの演出なら文句ないわけよ。人と人とが共感し分かり合う？結構なことだ。アムロがどんなに強くても、意味不明なオカルトパワーで敵の攻撃を無効化したり。要するにゼータやダブルゼータだののオカルトがあまりにも度が過ぎてガキ臭くなってがっかりした。そしてニュータイプの定義の曖昧さを良いことにオカルトオーラが当たり前の物語になった。古いファンの一人としてはそれが不満なんだわ。そもそも富野自身、続編でニュータイプを描く気は当初はなくて、ファーストの最終回以上の描写なんて無理に決まってる。ギャザータイム脱祭名前ってニュータイプの次の段階を描くつもりだったらしい。結局ニュータイプになったけど、ゼータやダブルゼータのオカルトは富野的にはニュータイプ描写ではなくギャザータイムなのかもね。なんだかんだ初代は偉大だったな結論なのかな。ゼータ以降の話は基本ニュータイプの超常な力が発揮されることがほとんど、それが気に入らないというのはガンダムが気に入らないと言っているのとほぼ等しいんだよね。もうガンダムとはそういうものだと思ってみればいいんじゃない？もしくは見ないか、全体的に見ればファーストだけ違うんだよ。そこは認めないといけないんじゃね。地球人 vs 宇宙移民なんて小難しいテーマばっかじゃアニメはいつまでも引っ張れんし、ガンダムをこれだけのシリーズに育てたのはニュータイプ要素だと思う。まあファーストあってこそのガンダムなのも確かだが、当時だから作れた小難しい作品とも言えるわな。ガンダムに限った話じゃないが、ジャンルを問わず漫画は続けば続くほど登場人物は超人化する。逆に今、超人要素を排除した作品で成功させる方が難しかろう。アニメは商品なんだ、仕方ないわな。ニュータイプ能力がオカルトチックになっていったのはファーストの人と人が分かり合うことの重要性からゼータ、ダブルゼータは子供の可能性にテーマがシフトしていったのも原因の一つだろう。大人のニュータイプである白っ子、ハマーンよりも子供の力、可能性を書きたかったんだろうけどそれで過剰な演出になったかなと、まあ個人的には許容できる範囲だったけど。賛否あるのは当然だけどガンダムがこれほど人気になったのもニュータイプあってこそだと思うよ。